で、ちょっとやってみたいのが、とりあえずロキのスキル位置一回やってみる。もう一回。まあ、新ツムライブの時はやったんですけど、ちょっとね、ジャイロで寄せて。必要積むね、20だね。25消えたか。28。24。やっぱスキルが、まあ重たいのは仕方ないけど。ほら、お、5000。どうよ、頑張ったぞスキル1で5000円は頑張ったんじゃない。これ動画化でもいいでしょスクショ撮ったこいつよ。今のはね、まあ、タイムボム絡んだっていうのもあるけど、かなりうまくいったと思うよ。ちょっともう一回だけやってみていい？多分次3000とかになっちゃうと思うけど。うん、あの左上の消去量を増やすために、ジャイロで、ちょっと左に寄せてるね。で、あとは盤面の積むをやっぱ一気に早く消さないといけないので、そこが難しい。正直実用性はあんまないけどね。
25。やっぱプラスの補正を活かせるのは強いな。危ない。やあさ、安全もいかんな。あ、行くか。なんとか乗るか。3000は乗ったね。まあ、54使って3000だとちょっと物足りないよね。よし。いや、さっきのところ切り抜こ。スキル1、5000っつって。あ、待って、スキル2で1回やるか。よかったよかった。まあ必要積むが、多分この範囲 S って真ん中の範囲がちょっと広がるくらいだよね。だとするとスキル1も2もあんま変わんないと思うんだけどな。いない。全然いない。よいしょ。22。21。これで20後半じゃない ?29。あんだけ消せばね。おお、届かん。溜まっちゃう。巻き込まんかったか。いや、これボームたくさん欲しいな。届かねえ。左に寄りすぎか。ほら、スキル1と全然変わんない。うまくゲージ繰り越しできるかどうかだな。まあ、スキル3まで行けば、必要積むね、20まで行くので、もうちょっと使いやすくなるけど。